ハウエル・ハリス・ハウエル・ハリスは18世紀のウェールズ・メソジスト・リバイバルの指導者である。1714年にウェールズ・トレベッカの農夫の家に生まれた。少年時代にイングランド国教会の牧師になりたいという願いを持っていたため、両親は貧しいながらできる限り教育を受けさせた。1735年に霊的な覚醒と改心を経験する。彼は キリストの地によって恵みを受けたという確信を持った。すぐに周りの人々に称し、キリストの許しの確信を求めるように進め、家庭集会を始めた。ハリスのメソジストの立場から国教会に聖職者暗視を拒まれ、野外説教者となってウェールズで福音を述べ伝えた。1750年、ダニエル・ローランドと争い、自分の家に退いた。 1752年にモラビア教大団の影響を受けてキリスト教のコミュニティを設立する。ローランドと和解したハリスは1763年に伝道活動を再開する。ハリスが昇天した時2万人以上が葬儀に参加した。彼は事実上ウェールズ長老教会の創立者だった。ありがとうございます。